テレスリー、もう少しよ。あとちょっと。冗談でしょう。レスリー隠れて、私が呼ぶまで出てこないで。私が小さかった頃、墓場の石像を盗んで隠したことを思い出す。みんなを怯えさせてやりたかった。結局翌朝には元に戻したかった。もう耐えられなかった。一人でだって生きていける、そう思って私は町を去った。行きましょう。教会はもう目の前。あの中なら少しは安全よ。行きましょう。渡さない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 。大丈夫よ、私がいる。誰にもあなたを渡さないわ。私から離れないで。何があってもね。あいつ来た。私をどうするつもり。お前をか。お前が義務を果たしているか見に来ただけだ。私のようにそいつを傷物にされては困るからな。失せろ。彼は渡さない。それでいい、言うまでもないが、失敗したらどうなるか分かっているな。この少年を必要としているのは奴らだけじゃない。お前もここから出られない。私と同じように、我々は駒に過ぎない。いずれは犠牲者。奴らは私を殺した。
私を引き裂き必要なものだけ奪っていった。奴らが支配しようとしているものは私が破壊する。ルビック、やめて、彼を離して。彼は私の器、私が支配するのだ。利害が対立しているようだが、お前の任務とは何だ。ここなら奴らの目から逃れられるとでも。お前は監視されているのだ、きっと。何をしているキッド。少年を連れてくるのだ。私にはできない。レスリーを連れ出したらルビクを解き放ってしまう。彼がどんなことをするか計り知れないのよ。そうはさせない。君は覚悟はできていると言った。君は決断をする立場にはない。これは許されない行動だ。少年を我々の元へ連れてくるのだ。逃げるだけ逃げればいい、キッド。だが無駄だ。我々に逆らう者はどこまでも追いかけていく。戻ってくるんだキッド。仕事は終わってないぞ。少年を連れてくるのだ。みんなが同じ場所に集まればチャンスがあるかもしれん。あなたを信用できない。このままではダメだ。彼女は一緒に行動する。彼女の面倒は俺が見る。セバスチャン、話を聞いてください。あれはやりすぎです。この機会があれば人生を取り戻せる。研究も継続できる。表に出てはならないことがある。特に君はだ。ビーコン精神病院、彼より先に行かなければ。銃の扱いには気をつけた方がいいぞキッド。何を企んでいる。やるべきことをやるだけ。